皆さんこんばんは MB です この MB のトレンドレポートは毎週さまざまなゲストをスタジオにお迎えしてゲストの生き方や考え方を伺う番組です。こんばんは馬場ももこです。今週もあなたのビジネスのヒントになるトークをお届けします。MB さん事業をね、はい、されていて、はい、会社の社長でもあるかと思うんですけれども、ちっちゃい会社ですけどね。そんなことないですよ。事業がこうブレイクした時に大変だったことってどんなことですか。ブレイク、ブレイクというか軌道に乗るとかそれこそ<ー>一定の社員も含めて守れる。 環境ができたという。 ブレイクしたあでもねそれで言うとまあ事業がすごい右肩上がりになった時に、うん、ずっと僕一人でやってたんですよ。あそうなんですか寝る時間がなくなったのはあったね。もう領収書も請求書もメールの返信も全部一人でやってて<は>初めて俺これこう公式で言うと思うけど物を売ってたんですよ一人の時も。物を売ってた時にそのカスタマーサポートカスタマーサポートですありがとうございます。全部俺がやってました、えー、<laughs> 一人で <laughs> 24時間いそんなことあるんですかそんなでカスタマーサポートでだって他に人立てていやその人が対応してくれるある程度の時間で9時17時とかじゃないずっとやっててだから夜中の2時とかにやっててで全然俺意識しないでやってたんだけどイベントであのフォロワーの方とお会いした時に「いや MP さんのスタッフさん大丈夫ですか?」って言われて「何がですか?」みたいな。だって僕2時ぐらいにパンツのレングスの長さ質問したら2時ぐらいに返信が返ってきて<ー>24時間対応でサポート 作ってるんですかみたいな。ああ、そう、あー、そう、そうなんですよ。みたいな <laughs> 俺ですとは言えないですもんね。俺,俺です。ひどい時、電話の問い合わせを自分でしってたよ。えー、カスタマーサポートでございます。それが何年ぐらい前なんですか。いや、ほんの五六年前ぐらい。ええー、最近じゃないですか。<laughs> ようやってたよね。本当に。すごいことですよ。それで死にそうになって、あ、これ社員いよいよ雇わなきゃダメだっていうのはありましたね。ね 軌道に乗ってもまた大変なこともありますしね悩みは尽きないですね。まあね僕なんかの規模だったらあれかもしれないですけど今夜はですね事業や会社が成長するときもっと大きな企業さんとかも役に立つと思います。さまざまな問題が成長に、えー、伴って起こると思うんですけれども今回はですね事業の拡大をサポートしてくれる心強いプロがゲストに呼んでおります。どうぞお楽しみに。今夜のゲストはこの方です。こんばんは株式会社 L.M.&C の宮古智子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今夜のゲスト 宮古智子さんは株式会社 LM&C の代表取締役で社会保険労務士でいらっしゃいます LM&C は企業の成長を支援しセンテネリアンつまり100年以上続く企業を作るための コンサルティングを手掛けています同時に社会保険労務士事務所や企業の資金繰りをサポートする会社株式会社シェアインテリジェンスの代表も兼ねて人物金の面から企業が最短最速でストレスなく成長するためのバックオフィス環境を提供しています宮古さんは会社や事業の労務面中心にまあいわゆるバックオフィス系のサービスですよね提供していらっしゃると思うんですけど、はい、資料を拝見していると リスク管理が特に得意領域だというふうに書かれているんですけれども労務、はい、面つまり社員の管理という部分でリスクというと一体どういうリスクがあるんだろうまずは、まあ、分かりやすいところでいくと例えばパーハラスメントであうう鬱になっちゃったであるとかるあるいは情報漏えいを意図せずした上で取引停止になってしまったとかこれは確信犯かどうかは分からないんですが未払い残いわゆるサービス残業。 というような法違反であったりとかという人が絡むと結構お金の額が大きいそんなところのリスク管理を性格悪くいろんなところから見ながら止めてるととといいうとこころろろです<ー>いろんなところから見てくれるの嬉しいですし確かにこの社内の人間関係って会社全体のなんか雰囲気が悪くなったりとかあと組織がスムーズに動かなくなることもあるじゃないですか、うんはい、だからそれこそ都さんであったりこの LM&C がこれらをどんなふうに対応して てくれるのかというのがすごい気になります。先ほど申し上げたあの定格悪くって話なんですがあの性、うん、悪説に基づいてリスクを見ていくっていうことと、うん、一番目指しているのは勝たずに負けないというところなんですね。勝たずに負けない。はい。<法>例えば会社様と、えー、従業員さんが揉めた時にまあ最悪裁判まで行くんですが仮に裁判で勝ってもどっちも加工が残るんで,、ねうん、で裁判に当たっていろんな方が巻き込まれたりお金もかかるなのでどちらが勝つか負けるではなくすごく嫌な言い方なん。 折り合いいをつけるというとうころですねただしどちらも負けないというまあまあまあこの辺でみたいなところをやっています。難しいところですよねだってまあ僕も会社やってるからあれですけど、うん、この辺のリスク管理ってあんまり意識してやってる方少ないって ですよねもちろんそうですよね、はい、まあだからこそね宮子さんみたいな方がいらっしゃって、うん、サポートしてくださることが多いと思うんだけど我々からすると本業じゃない部分といえばそうだから、うん、ついつい無視しちゃうところでもあるし、うん、でも無視して大変なことになるのもここいうとこだと思うんだよね気がついたら大事になっちゃうことだっていっぱいあるわけですもんねあ,あると思う僕らも大手の企業さんと NDA 機、うん、密保持契約ですねその業務上得た情報を外に漏らさないっていう契約をしたりするんですけれども、うん、当然僕だけじゃなくて全社員がそれを こう把握してるわけで NDA の重要性みたいなものを社員が分かってなくて意図せず漏らしちゃったこれうちじゃなくてあの他の企業の話なんですけど結構大事になったところがあってその世界的なそのビジネスを展開されてる会社さんでうち取引あるんですけどそこと関わりがある方で NDA 結んでるんだけど家族だから友達とかに喋っちゃってどっからこの情報漏れたんだって。 でさたってったらその人に行き着いてまあ一体何してんだみたいなことになっちゃった,みたいなまあそういうのをあそうですそうです<然>仕組みで直すというところです仕組みで直す、うんはい、実際にそういうこともああ,あるわけですよ、ね、ありますありますなんか上場廃止になったりですとかす、ね、上場準備の途中でそういうことがあって上場できなかったとか。<ぁ> <laughs> 痛いでですすもんねねそうですねなるほど、ね、結構損害額としては大きくなりますし影響も大きいです,、ね、い,ですいやこことはお付き合いできないって言われた瞬間に利益なくなくるのででそうですよね、はい、宮子さんの場合は労務、はい、面だけじゃなくて、うん、財務面のサポートもできるということなんですけれどもそうですねこれは私というよりはチームで今仕事をしているのでそこからなんですけども先ほどお話しあった社員さんの給与が一番人件費って経費の中で高いんですよ。はい そうするとそこをこう私たち携わっていく中でこの会社いくら稼いでいるかわからないのに給与って決められないよねとうかあるいはボーナス払いたいんですって社長から相談されても払いたいんだけどお金がないっていう時にじゃあ融資取りましょうかとかみたいなことであのお金の面からもサポートができたりもっと言うと節税であったりとか節税というよりももっと効率的にお金をどう使っていくかみたいなこともやっぱりアドバイスをなかなかしてくださる方が多くないということだったので。 実はうちの父が原点になってましてうちの父がやっぱり建築会社の会社をやってたので売り上げ上がってるけど黒字倒産になったりとかあるいは社員さんが。 きちっと管理ができなくて揉めたりとかっていうのをずっと小さい頃から見てたのでうそういう会社を、まあ、少しでもなくしたいみたいなことで始めたのが今の会社なんですね。ああそうなんですね、はい、じゃあ子供の頃のの思いから、はい、じゃあ自分の進むべき道を見つけて、はい、そうですね、えー、なんで社員さんがやっぱり泣きながらというかこう伏せていくのを見て社労使やりたい<ー>だけどもよくよく見てみたらお金がないからこういうことになるんだうん、うん、じゃあお金を作るお手伝いしようみたいなところでちょっとずつ仕事が増えていった感じです。は<ー>な きっかけも聞くとまたすごく思いが伝わりますよね。うん、深みがありますよね。<ー>なるほどね。人だけじゃなくって、うん、お金の面からもこうリスクを判断したり、うん、まあサポート。 してていってこのの資金繰りの支援する会社もやってるっててるいうことなんですかそうですすかそうねもとはなので社員から始めであとビジネスをどうやって作っていってお金を作っていくかだったんですけどもやっぱり、うん、例えばマンションとかだと今ここ直さないと水漏れ大変みたいなことってあるじゃないですか会社でも多分同じで今この独占契約結んだらむちゃ大きくなれるとか今この会社を買 MA で買ったらむちゃ大きくなるみたいな時に目の前にお金欲しい。うん となるとじゃ融資なかなか普通の方って融資ってできないので、うん、ご相談が多いんでじゃあ融資も計画的に取りましょうっていうことができれば好きな時にビジネスを大きくできるじゃないですかなるほど。目の前でチャンスであったりってそんなすぐ来ることでもないですし、うん、そこにどう対応できるかっていうタイミングなんかも必要ですもんねそこにお金がないからって諦めるとものすごくもったいないなぁなんて思って、うんうん その時に宮子さんがついいてくれたら嬉しいですすよよねね心強いですよ、ね、でも中小企業の社長とかって結構そのパターン多くて一、うん、人で会社始めままましたどどどどん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 うまくいってますとでも結局、まあ、僕もそうなんだけど事業の,その売る力だったりとか、うん、その自分の力はすごく強いんだけどだんだん規模が大きくなって組織化していくと組織としての舵取りマネジメントと自分がプレイヤーとして頑張ってその事業を大きくしていくのって全く別の論理だから、うん、なんかその中小企業からもうちょっとこう 一歩上におあの強くなっていく組織がでかくなっていくっていう時に割とそういう壁にまあ財務もそうだしロームもそうだと思うんですけど壁に当たりやすいと思うんですよね、うん、MV さんもそうですか僕はもう本当そうですね組織作りとか本当ダメだと思ってるんで、うん、なんかもう僕は本当一人でどう生きていくかみたいなことを割り切って考えちゃってるタイプなんですけど <laughs> そこまで考えて自分は、うん、ただ普通の会社はほらね前年より今年今年より来年ってだん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 身形上がりしていくことを求めるから、うん、うちはまあ本当 なんかねゆ,ゆっくり経営してるんで別に取ったことないんですけど規模のねもっと僕なんかよりも大きい会社の方とかは多分そういう悩みがあるんじゃないかなと思うんだけど宮和子さんの仕事っていうのはおそらくそのメインのターゲットって多分その辺の中小企業でこれからどんどん成長していこうっていうののお手伝いいイメージとして近いでですすよね、うん、そうですね今までもそういうお客様はやっぱ中小企業いわゆる中小企業でオーナー企業でまさに今美美さんおっしゃったような、うんはい、アクセル踏みまくってブレーキないみたいな。うん っていいうところが非常に多いあるいはベンチャーさんでこれから急激に伸びちゃうので管理業務を任せる人がいないんで外注したいみたいな会社様が今までは多かったですねただ今ちょっとですね傾向が世の中変わってきてまして一、はいはい、人社長ですね、うん、あの一人で今おっしゃったように立ち上げてきていきなり伸びちゃうっていう人たちもご相談多くなってきてるんですよ。はいはい、なるほど、はい 例えば今ですと分かりやすく言うと TikTok とかインスタでいきなりバズっちゃって、うん、もう表現バズるって表現になっちゃうんですけどそうす,、ね、そうすると本人そんなにきちっとしたビジネスをやる予定がないというか、うん、意識しなかったけどいきなり売り上げ上がっちゃってこの先どううしよそもそも深刻わかんないしみたいなところがあったり。昔だったらなかった ね、でそういういきなりバズってじゃないですけど、うんうん、そんな形で個人が大きなお金を得るしかも若いうちにうん、うん、もう年齢も、はいね、いつからか分かんない状態であるとそこまで学んでなかったりとかいきなり手に持ったお金をどうしたらいいかって、うん、企業だけの話はなくなってるってことですね。 方々って若いので、どこにもそのセールスの仕方を教えてくれるけど、ブレーキの踏み方って教えるとこないんですよ。そう,すそうなんですよ。踏みそ,そうだ。うん。 いますよ僕知り合いで海外で火がついちゃって、うん、TikTok とインスタかな、うん、爆発的なフォロワー増えちゃったんだけどフォロワーは増えたんだけどここからどうビジネスに転換していけばいいのかもよくわかんない、うん、でもフォロワー増えて再生回数増えてるから広告収入も結構入ってきたと、うん、でその申告の仕方とか税金もよくわかんないだから結局バズんなきゃよかったなみたいなこともちょろっと言ってたの、ね、よそれがなかったらだって税金の払い方とかそういうのもいちいちやんなきゃいけないし急速にその拡大しちゃったから法人 え法人化どうすいいいのみたいなでなおかつ集めたはいいんだけど結局それをどうビジネスにするかよく分かんないから広告収入バンバン入ってきてそれがだん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 落ちてきてみたいな結局大変なことが増えただけで <laughs>、はい、なんか俺何やってんだろうみたいな。 ちょっとはたから見てるとすごいかわいそうすごい若い方だったからかわいそうだなと思ってすごくいいチャンスなのにんかバズらなきゃよかったまで思ったら相当ですよねしかも止められないじゃないスピーディーだからすごく難しいところだと思うんですけどすごくもったいないなと思っていてそうですよね特に女性の場合ですと急に友達がだからいなくなったりとか周りから嫉妬を受けたりとか妬まれちゃって ね、申告を知らないうち何に何年も経って気がついたら脱税に近いみたいな意識しないけど脱税だったみたいなそう分からないですよね、はい、誰も教えてくれないので何を手に取ってどこから調べたらいいかも分かんなくなりますからねだって税金のお話とかって学校であんま教えてくれないじゃん。今やっ とちょっとずつ、教えてる、うん、てる世の中には、なってるかもしれない、それでも少ないかもしれないですからねよね。わかんないよね、だから、まあ、それも、まあ、リスクといえば、リスクですもんね。何よりも、もったいない。そのチャンスが、できてきたのに、ね、おっしゃる、本当におっしゃる通り。バズんなきゃよかった、やらなきゃよかった、っていう方も、いらっしゃるんですよ。うんうん、これ、美恵子さんに、その相談するタイミングって、うん、例えば、その、バズっちゃって。 うん、どうしようってなってから来る方がやっぱ多いんですか今のところそれが多いです。できれば事前に言ってほしいですよね。本当はそれするとバズった時にもう何でしょうお金の逃がし方というか事前準備でできるんで本当はその前がありがたいです。で こればっかりは私バズりますとは言えないじゃないですか。それはそれはまあそうだよね <laughs>。私バズります。僕バズりますじゃなくてバズるの本人も分かってないなんかちょっとルーレット的なところとそこに向けての努力があるけども必ずその努力がバズりにつながるわけでもないじゃないですか。そ,すかそうだよね。だか <laughs> 事前に言え難しいよね。難しい。しいそうですね。それはすなんでベンチャーさんとかだったらねもう事前にこれだけ伸びます、うん、伸びる予定で立ち上げましたですね。 なのでわかるんですけどやっぱり一人社長の方なのでもう兆しが出たらみたいな感じですかね少なくても翌年にはもう申告前に新しく法人作るとか<ー>別の何か方策を考えると手元にお金が残りますみたいな知識として宮子さんみたいな人がいるっていうことをちゃんと知っておくことが大事ですよね素晴らしいありがとうございます、うん、そうですよね、はい、なるほどね<ー>なんでもう一人一人頼むとめちゃくちゃ高いですからなのでワンストップで見ていきますよというような話をさせていただくのがまあうちの今のビジネスですね、うん、なるほど はい最近その SNS を舞台にしてま急にこう趣味や得意なことでバズる人のことなんか宮子さん呼び方があるって聞いたんですけどそうですね私たちのチームではこの方々をバズリッチと呼んでいますバズリッチなんか雰囲気的になんかイメージ湧きませんかバズでリッチってことですよねえこれ宮子さんが考えた言葉なんですかチャット GPT ちゃんが考えてくれましたチャット GPT ちゃんが出てきますよね絶対この言葉どんどん聞きますよ絶対にあのコーヒーゼリーとあのクリームかけてこうクレチョクレチョクリッチね <laughs> 懐かしいね。ドロリチ一回復刻したよねっ就<の>職とか転職とかでこうなんか。ビズリーチね。あ違った違った。 バズリッチ。バズリッチですよ。バズってなんならリッチを組み合わせるってことですよね。でもそういう現象で悩んでる人が多いってことですよ。そうですね。放置すると今度バズ破産になるんですよ。バズ破産。私絶対流行語大賞入ってくると思いますよ。これ。確かに。バズ破産。思ってるより意外といますよね。はい。僕も周りで話聞いたよ。バズって言えるのかどうかわかんないけど、でもぐーって急拡大しちゃって。ネットの力で。で次の年どうするみたいな。はい。でもここに困る人が多いわけですから。今回の。 は、本当にいろんな人に聞いてもらって悩んでる人ら、伝えてほしいですよね。<だ>宮やさんのような方がいるって。バズリッチ、バズハさん。そうです、ね。うちも起こり得ることになっちゃうわけですもんね。ねありえますね。本当に。ちょっとみやさんに相談したいと思う方は、どこからアクセスしたらいいですか。今ですね、私名前がちょっと変わっているので、ひらがなでも、あのみやこともこでアクセスしていただくと、オフィシャルサイトが来ます。そこで診断ができるので、経営者ごとにやっぱり、あの。 癖があるのでどんなリスクがあるかとか、あと企業さんのその業種ごとにリスクが違うのでそのあたりだけでも診断していただくと防止ができるかなと思います。ああ心強いです。ありがとうございます。ますでは最後に宮子さんのフェイバリットソングを一曲ご紹介いただこうと思うんですが、最初の選曲はカーペンターズのトップオブザワールドでしたね。はい。なんでこの曲なんでしょうか。あ、これは私社労士の受験をずっとしている時に喫茶店でずっと流れてた曲で、うん、でまあそれを聞きながらできれば一番上の方に行きたい。 っていうことと、はい、でもう一つはこれ実は地に足がついてないっていう意味もあるようなので。<ー>ちっと地に足つけてビジネスやっていこうみたいなことを思って、最初にこの曲を知ったみたいな感じですね。なるほど。はい、ありがとうございます。どの話も素敵ですね。うん、では、お別れの曲はどうしましょう。うん、はい、ドリームスカムトゥルーの嬉しい楽しい大好き。これをお願いします。これは、はい、なぜ選ばれたんですか。これ多分私10年前とかだったら、何度でもにしたんですよ。うん、やっぱり今皆さん頑張ってらっしゃるのに。 何度でもって押すかみたいな確かにもう辛いじゃないですかなので楽しくしていって私というかうちの会社に会えてよかったって言ってもらえたらいいかな楽しく仕事をしてもらうための環境づくりをしていただきたいなと思って。 うちのテーマにしてます今夜のゲストは株式会社 LM&C の代表で社会保険労務士でもある宮古智子さんでした宮古さん本当にありがとうございましたありがとうございました,とい,ましたということでお届けしてまいりました MB のトレンドレポートババさんいかがでしたか宮古さんがすごくいてくれたら心強いだろうなっていうのとご自身の経験があったじゃないですか,、うん、なんかそれで心強いその気持ち 信念が伝わりましたよね。そうだね。なんか事業に対しての子供の頃のそういうお父さん大変だなみたいなね。見ててね社員さん大変だなみたいなのってまあ割と残るんでしょうね。それをどう解決したいか、うん、じゃあ。あ なろうっていう風になった今の宿教そうだ、ね、素敵なお話でしたよねいや本当になんかきっちり真面目な話が展開されるかなと思ったら割とこう人間味のある話が多かったので <laughs> すごくその信頼できる方だなという風に思いましたなんかこういう修行の方って良くも悪くもすごくこう流れ作業でバシッバシッと切ってかれる方多いと思うんですけどめちゃくちゃ温かみのある回答をたくさんいただいたので本当にすごくこう相談したくなるようなあ方だなという風うに僕も思いました美和子さんからお土産もいただいて優しい方でしたねありがとうございます ここまでもででもきる方でありがとうございます、ね、次回のゲストもお楽しみに。というわけで今夜のラストソングは僕が担当だそうなんですけれども今回はジャーニーのフーーーズククライングナウをリクエストささせてくださいジャーニー今ちょうど来日公演してるぐらいだと思うんですけれども、えっと、ジャーニーってボーカル天才的なボーカルのスティーブ・ペリーっていう方が脱退してですねそこからバンドジャーニーはあのスティーブ・ペリーのハイトーンボイスが出せる人を散々探すんだけどなかなか見つかんない あ見つかったと思ったら違った見つかったと思ったら違ったみたいなことやっててふと YouTube 見てたらすっげえうまいジャーニーのコピーバンド見つけてこいつ呼べっってなったんですよその人はフィリピンでホームレスまでやってた人で、えー、そ,うその人もう冗談かと思った DM が来て冗談かと思ったけどでも行ってみようと思ってアメリカに単身渡米してでそれで行ったら保安管理とか入国審査の時に「何しに来たんだお前」って言われて「いやジャーニーのオーディション受けに来たんだ」お前が受かるわけないだろ」って。 じ f o o s c r y i n g n ナウ歌ってみろって言われて「f o o s c r y i n を空港で歌ったら空港中から大喝采でお前だったらジャーニーのボーカリストになれるから頑張って行ってこいってなってこの人アネネルピネダ本当になったんですよでこの人がねライブ出るといいんですよ泣泣泣くくくののののよここ人人そが泣くってことですかそう泣くのだからすごいやっぱりすごく苦労人で,でジャーニーに憧れてで声が本当にこう往年のボーカリストのスティーブ・ペリにそっくりだからめちゃくちゃこうあったかいんですよねエモーショナルで。 このフーズクラインな今から流すものはスティーブペリーバージョンだと思いますけれどもぜひよかったらアーネルピネダのバージョンも聞いてみてください詳しいミニコーナーをありがとうございます MB さんとんでもないですそれではまた来週この時間にお会いいたしましょうお相手はババモモこと MB でした